はい、アンディです。今回ですけども、ライカに恋しのメンバーさんとね、関門フォトウォーク門司港編をお届けしていこうと思います。関門トンネル人道を通って門司港側へ渡っていきます。さあ、あったかいね、地下道です。結構降りましたよ、ね、結構降りましたよ、そう結構な、そう、結構なスピードで、これね、抜け感この抜け感。さあ、まあ理由で窓も何もないんでひたすらこうなんですけどそうです、確かにちょっと何かあったなっていう海底トンネルだったらその上が海ってことですか。あ、そうです、そうです、そうです、この今下を潜ってる、あの県境が面白いです。面白いっていうか何もないですけど県境がありますっていうだけです。ちょっとせっかくだからね。ちょっとフォトスポットですよ。何もないけど。ちゃんとあの字逆にしてる。あ、そうそうそう。これであのよくまたいで行ったり来たりするっていう。そうですね。ベタなやつですよ。それそれそれ。ベタな写真をね。結構長いっすね。言うてそうですね。1キロないぐらいだったと思うんですけど。まあ、今のが見せ場で終わりましたもんねハイライト、もうこのハイライト終わりました降りて開いた瞬間とあそこがハイライトこの感じの雲落としました。あー、雲綺麗なんかこれ忘れ、なんか避けてる感じありますもんね。運転人気もね、相変わらずすごいですよね。 M9 が好きな人多いですね。なんかあの色がやっぱ違うっていう、センサーが違うんですね。はい、もうでもなんか壊れたら修理できないとかいますけどね。 CCD センサーですね。タコです、巨大なタコです。さあ、電車がやってなかったのでちょっと地味に歩いて帰ります。だいぶ戻ってきたはずですけどね。そうですね、うん、
はい、ということでお届けしてきました関門フォトーク文字後編、いかがだったでしょうか。ライカに恋してというねコミュニティ自体はね解散してしまいましたけど、まあ、こうやって僕も結構地方出張多いので、まあ、その場その場でね、突発的にメンバー募ってフォトウォークこんな感じで開催できたらいいなというふうには思っております。ぜひチャンネル登録高評価なんかもして、情報をお待ちいただけたら嬉しいです。それではまた次回の企画でお会いしましょう。